はいみなさん、こんにちは。本日も YouTube 忙しいです。ということで、えー、非常に忙しいなっていう感じですけどもね。 昨日もですね、結構ね、本数 YouTube でね、上げさせてもらってですね、夜には私自身の仕事でね、夜のね、2時過ぎぐらいまで、まあ実際は3時ぐらいまでね、ちょっとね、自分の仕事をやったりして、えー、睡眠時間もね、3時間ぐらいだったかな、えー。朝の6時ぐらいには起きたもんですからね。まあそんな感じでいろいろ非常に忙しいですっていう中なんで、まあ私のことはね、どうでもいいんですけども、はい、えー、っとですね、今回の動画に関してもね、やっぱり本日出ている分身法ということで、 えー、この1本前の動画でもね、えー、その分身法の話に関して、えー、例のジャニーズ問題に関して え、なになにえー、ジュリー前社長がですね、あの会見の半日後には、実際ハワイにいた、ハワイで合流していた、だとかね、代表取締役に残ったのは、実は860億円の相続税対策だった、みたいなねえ。そんなようなことで、相変わらずというかですね、文春さんすごいな、ということでね、暴露しておりますけども、明日ね、紙ベース出ますのでね、皆さんね、ぜひね、えー、ご購入されてはどうでしょうか、ですね。はい。でですね、実はね、 えー、今回の分身法に関しては、えー、そのね、えー、藤島ジュリー前社長だけじゃないんですね。新社長の東山紀之さんに関しても、暴露されちゃっているんですよ。これがまたね、ちょっと暴露の仕方というのがね、まあ皆さんもね、えー、まあ噂ベースというかね、話としてご存知の、えー、まあね、森光子さんですよ。 古森光子さんに関しての、えー、その関係はだとかですね後輩に対する態度があまりにひでんじゃないのえ社長としての資質はどうなんですかみたいなことで具体的にねいろんな人が、えー、この文春の記者の方に対して暴露しておりますえそれに関してねまたちょっと黒板で説明しますはいということでねまた黒板に皆さんご覧になってもらってますけどもはい東山新社長に関してえもう一番最初のタイトルからしてすごいんだけどね あのババアへのプレゼントは、てんてんてんみたいなね。 そんなようなね、えー、文集の記事なんですね。何のこっちゃっていう感じですけども、あのー、まあね、いろんなね、この森光子さんとの話っていうのは、いろんな噂ベースも含めていろいろ話をされておりますけども、まあもともと会見なんかでもね、森光子さんとはね、えー、東山新社長に関してはね、恩人といったような強調してる、母のような存在だとかね、そんなようなことをずっと言ってきてるわけですけども、本当ですかみたいな話です。 でですね、あのー、やっぱりね、もうね、コ・メリーさん、えー、メリー北川さんがですね、そのお亡くなりになる前に、えー、ね、それこそメリーさんがですね、実際に慕っていたこの森光子さんと、あとですね、その東山、まだね、若かった頃の東山のり今現在のね、新社長を連れて、まあね、毎年のように色々旅行していたようなんですね。えー、例えばですけども、えっ、ー、とね、ロンドンだとかフィレンツェだとか、そういったような旅行に行ってましたと。 といったような中で、どうもこのメリー氏のですね、知人がこんなことを言っていた。というようなことで、文春暴露しております。えー、その部屋がね、なんか2部屋しかなかっらなかったらしいんですね。で、えー、メリーさんは1人でダブルのデラックスルーム。はあ、じゃあ2人はって話なんですけども、<laughs> えこの森光子さんとね、東山紀之さんに関しては、2人でスイートルームだったらしいんですけども、ベッドが1つだけのスイートルーム。 でえ、この時はですね、東山さんはまだ20代半ば。えー、でですね、えー、森光子さんに関しては70を超えていたといったようなことで、うーん、親子なんですかね。親子が、親子が一緒に添い寝をするんでしょうかみたいなことで、まあ、これ以上私言いませんけども、まあ、そういったようなね、なんでね、普通だったら3つ取るよね、部屋ね。<laughs> っていう感じなんだけど、まあ、そういったようなことがあったみたいですよ。これをね、えー、メリー北川氏の知人がそんなこと話していた。だとかですね、 あの、まあ、会見ではねさっき言ったように東山氏に関しては母のような存在だとかね、えー、恩人といってのことを強調していたわけなんですけども片やねまたこんなようなことをね今度は東山さんの知人が言ってるって話なんだけどいやこの知人の人から悪口言われちゃってるよ東山さんっていう感じで、えー、ちゃんとした友達いますか <laughs> みたいな感じなんだけどなんかね、えー、こんなこと言ってたんですって。影でではねババア呼ばありってことで えー、例えばね、この東山さんが今日、ババアの誕生日なんだけどさ、これでいいかなみたいなことでプレゼントの相談をこの知人の人がされたんですって。要はね、えー、森光子さんがたださんに、えー、その森光子さんのことを東山さんが利用していただけだよ。みたいなことを文春の記者に対してですね、暴露しておりました。といった話です。私はね、 格の部分だけちょっとお話をさせてもらってますけども、これ以外にいろんなことが書かれておりますので、えー、ぜひね、皆さん興味が、ご興味あるようだったらね、文春明日紙ベース出るので、ぜひね、ご購入してみてください。はい、で、次のページ。あとはね、もう一つ。えー、後輩に対する態度がね、あまりにも悪いっていうようなことがね、えー、これはね、例えばね、元ジャニーズジュニアの,ジュニアの人が、えー、こんなこと言っていたっていうことで、 なんかね、東山さんに関しては、その特に若い頃はね、爆柱、高い場所からの爆柱を非常に得意にしていたっていうようなことで、そういったようなことがね、えー、実際にカメラの前で映し出されていたっていうことがあって、まあ自分が得意にしていたからっていうこともあるかもしれませんけども、それをね、えー、その後輩に対して強要していたって話です。もうめちゃくちゃね、尋常じゃないような高さから、お前飛べーだとかね、行けーだとかっていうようなことを、 できないい子ねそののジュニアの人に対ししてて強要していたもうこれだけでもですねかなりもうねパワハラだよねといったようなことをしていたらしいですよ。あるいはねあのー、まあこんなようなことが今度はねそのねジャニー喜多川氏の知人の方がこんなことを言ってたんですって何を言,言っていたかというとその東山紀之氏の新社長としての果たしてどうなのかね。 えー、当然その社長業なんかね実績ないわけですよ。そういったような資質というかですね、本当に社長できるのかなみたいなことを、えー、ジャニー氏の知人が言っていたんですけども、要はね、東山はね、何も手伝わないよと。例えばなんかね、いろんなね、事業上の問題等が出たとしてもね、何も手伝わない。でね、えー、もう自分のこと以外は何も考えないような人だよ、みたいなことを言ってたんですって。えー、で、例えばですね、 そのね、ジュリー前社長の口からもね、ね、東山を、東山さんを頼りにするといったようなことはね、この知人の方は聞いたことがないといったようなことらしいです。えー、まあね、要は社長を就任したというのも、まあ他がね、受けてくれる人がいなかったっていうことも当然あると思うんですけどね、問題算積なわけだから、社長というね、肩書きはもらったにしてもね、いやー大変だなっていうことで、当然みんな逃げちゃったでしょうしね。 特にこの第三者、それこそね、本当はね、経営のプロの第三者を受け入れればよかったんですけども、そういったような人からも、当然ね、相当の人から断られたんでしょうね。まあそういったことからも、まあこの社長就任もね、結局はそのタレントの中でのね、最年長以外といったようなこと以外に考えられないといったようなことらしいですよ。故にね、 じゃあ社長としてね、はっきり言って実力はどうなのかって言ったことも当然クエスチョンマークがね、100個ぐらいついちゃうと一ったようなことで、まあね、これからどうなるのやらみたいな感じです。で、この記事の最後にはね、このちょっと一番最後に書いてある文面がちょっと記されていたんで紹介させてもらいますけれども、ね、東山さん、本音では生きられないねと。 はい、出ましてや、仮面武道会ね。仮面武道会は続く、みたいなことで、記事は終わっております。はぁ、といったような感じなんですけどもね。まあ、そういったようなことで、本日の分身法ですね。このま、一本前の動画でお話しさせてもらった通りですね、ジュリー新,新社、前社長のね、いろんなね、その暴露の話、もしくはですね、今回の動画に関しては、この東山さんの話ということで、まあね、 なんかね、どっちもどっちかなみたいな感じだよね。まあ、昨日の取締役会のえいろいろ報道が出ておりましたけど、いよいよもってね、このジャニーズという名前はね、やめるみたいなことがね、報道されるとおりましたけどね、まあ、実際はその新体制も含めて、10月、来月の2日ですかね、その時に詳しい話を発表されるようですけども、まあ、あのその時になればね、わかりますけども、どうもジャニーズという名前は消えそうだ、みたいなね、話もあったので、そういったこともね、注目していきたいと思いますけども、いずれにしてもね、 この社長業ちゃんとね、この東山さんできるんですか非常に疑問だよね。だってあの会見でも一番最初にね、あのこのジャニーズという名前は当面残すみたいなことを言ってたでしょ何タレントのプライドだとか。いや、違うと思うんだけどね。今現在このジャニーズ事務所のね、経営自体がどうなのって言ったようなことの状況の中で、タレントのね、プライドも何もないと思うんだけどね。まあそういったようなところが経営者としての観点からちょっとずれてる。まあちょっとじゃないな。かなりずれてると、 言わざるを得ないといったようなことだと思いますね。はい。えー、といったようなことで、えー、今回はね、はい、森光子さん、そして東山紀之さん、そういったような、ね、関係性だとか、そういったことに関してお話しさせてもらいました。ということです。えー、本日ね、えー、ちょっと前の動画でもお話ししました通りですね、 例えばね、キャラさんの問題だとかね、えー、ドリル、えー、オブシさんの問題だとか他にも結構文春いっぱい出してるんですよ。まあそういったような記事に関してもね、えー、次々とちょっと皆さんには,はあの紹介させてもらおうと思いますので、ぜひね、えー、各動画ご覧になってもらえれば私は嬉しいです。ということです。本日もありがとうございました。ではね、バイバイ。